お疲れ様です。はい、お疲れ様です。はい、ってことで試合終わり。はい、ってことですけども、試合終わり、やはりこういうのは鮮度が大事なので、僕は一睡もしないままここに来て、動画を撮ってるということになりますね。寝てないですか？寝てないです。はい、毎回寝れないですね、帰ってきて。まあ戻ってくるのも遅かったんですけど、あの遠藤さんとかおとんばの社長とか白間さんとか、こうずっといろいろ話をしててですね、いい時間を過ごさせていただきました。はい、で寝ずに今来てるという状況ですね。はい、こういうのはね、自分の口から伝えた方がいいと思いますんで。はい、なんかこう1年ぶりの試合だと、こう何を聞いたらいいのか、斉藤さん、こうまず正直にカメラの前で、はい、どうですかっていうのをちょっと正直聞いてみたい。はい、公式でもない、あのね、大臣公式でもないし、そうですね、そうそうそう、はい、あんまり行政関係なく斉藤さんの正直な感想を聞いてみたいなっていう感じです。1年ぶりの試合っていうことに関しては全然そのなんだ変な感じはなくて、なんかみんながこう言ってるほどそんなこう空いたことに対してのマイナス要素って自分の中であんまなくて、逆になんかこうフレッシュな気持ちでこの試合集中してっていう気持ちでできたと思ってますね。なのでそんなに思ったような気負いとかもなかったとは思うんですけどね。だからあのスッとこう試合に入っていけたような気はしてます。まあ散々試合してきてるんで、うん、まあ10ヶ月空いたり11ヶ月空いたりっていうのもあったんで気にならずに、周りの方たちがこうなんか心配してくれてるみたいな状況だったとは思います。はい、実際こう試合に向けていろんなことをしてたじゃないですか。はい、なんかこう自分の中ではこうよくできたって言ってましたけども、はい、実際どうでしたか？よくできました。こう本当にこう問題なく、はい、無駄なく、いや、まあ相手あってなんで、この自分が思い描いた展開全部がなったっていうわけではないですけど、そのいろいろ想定していく中で その修正しながら、こういう展開になったらこういうふうにやって、こういうふうになったらこういうふうにやってっていうのは、あの何パターンもこう想定はしてたので、まあ、その中には収まったかなっていうような感じありましたね。はい、こう1年ぶりに試合をするって思うと、こうなんかこうどのぐらい準備するっていう感覚ってこう鈍ったりはしないんですか？なんか不思議と僕ラーメン食べ続けてもそんな体重増えなかったんですよね。へー、80キロは超えてないんでどう頑張っても、まあ、筋肉量がその分落ちたのかもしれないですけど、なんだジムに通って、トレッドミルランとかウエイトトレーニングとかっていうのは、まあ、あの継続して、まあ、趣味みたいな感じでやってたんで、一応そういう健康を維持しながらっていうのも実は効いてたのかなっていうふうには思います。なので、うん、まあ、練習していく中でだんだんこう動き思い出したり、ああここまでできるようになってきたなとか、あだいぶ筋肉戻ってきたなとか、スタミナ戻ってきたなっていうのはこうところどころ感じてはいたので、試合までには全然間に合うっていうか大丈夫だなっていうふうには思ってましたけどね。最初全然ですか？その始めた頃っていうか、最初は全然、寝技が特にですね、やっぱ体が硬くなってるから思うようには動かない、自分のイメージしてるのと実際やってみるとやっぱりうまく体使えないとかっていうのはありましたね。うん、でなんか変なとこすぐ痛めるし、だからこれはやっぱり組み技寝技っていうのは練習を続けることが大事だなっていうのを改めて感じたんですけど、まあ、でもやっていくうちにだんだん戻ってきて、体もなんか柔らかくなってきていい感じになってきたなみたいなのは感じてましたけどね。継続が大事だなと思いましたね。実際こう、あの練習はしたことあるって言っても、あの、はい、試合で向かい合ってみての、うん、こう平本選手って、はい、どんな感じだったんだろうなっていう。そうですね、誰とやるときもそうなんですけど、向かい合ってみないと分かんないことがあるので、うん、その言葉で説明できないんですけど、距離とかなんかこうあるんですよね。なんかお互い向かい合わないと分からないことって、こう画面越しに見ててもこの2人で見てる景色って違うので、斉藤さんのなんか言ってる一番印象に残ってる言葉の気がします。向かい合って初めて分かる。向かい合わないと分かんないですよね。その時平本選手って全然想像ができないですか？
あでかいなとか、うん、なんか強そうだなっていう印象で言うと、平本選手はどんな感じだったんだろうなって、斉藤さんにとって。記者会見の時にあの向き合ったんで、あの高さとかあのシルエットみたいなものはあのイメージはできたんですけど、どういう風に戦ってくるっていうのはやっぱ開けてみないと分かんないですよね、うん、蓋は。なのでサウスポーに構えて、まあ、空手スタイルっていう選択をしてきたなとは思いました、はい、でも多分サウスポーに構えるなと思ってたんで、今回はサウスポーなんだなというので、まあ、特に焦りはなく、あとはこう距離を把握したり、そのどういう風に攻めてくるんだろうっていうのはこう伺いながらでしたけどね。立ち上がりは悪くなかったなと思いました、はい、こう戦い始めて特別な何かっていうか、うん、平本選手を感じました。何を狙う、多分入り際にこう合わせるっていうところだったのかなとは思うんですけど、僕がどういう風に出てくると思ったのか向こう陣営はちょっと分かんないですけどね。でも多分その入り際にこうガチンって合わせたり、自分の距離を作って当てていくっていうような、で構え変えながらとかっていう作戦だったのかなと思いましたけど、蹴りが早かったなと思いました、ね、蹴りが早かった、うん、蹴りが早かったなと思いましたね。どうですか、はい、インロー、サウスポーからのインローですか。結構こうサウスポーも入れ替わったりしてるやつか、スタンダードに切り替えてまた戻ってみたいな、うん、まああれで多分こう空間を作るっていうか、自分の前をこう制するっていうことだと思うんですけど、あの岩崎さんが向こうのセコンドついてたんで、はい、なんかしきりにそのなんか細かい位置なのかなっていう指示は出してたのかなと思いました。はい、もう少し外とかなんか細かい指示が出てたような気がしましたけど、まああまり気にせずというか、立ち上がりが良かったと思ったんで自分の、うん、あの変な一発を食らわなければあの入っていけるなっていうのは思いましたけどね、うんうん、ここの今このどっちですか、 左こっち、はい、ここは大丈夫なんですか。これはいつもらったか分かんないんですけど、ケージ際のなんか打撃だったと思うんですけど、まあ、気づいたらなんか腫れてたっていうか、腫れもだいぶ引いたんですけどね。いやめちゃくちゃ引いてますね、うん、いやこれなんか昨日の時点で結構会った時腫れてるんじゃないかなと思ったら、結構普通にもう戻ってて、そうなんかいつももっと腫れるじゃないですか、そういう感じはなくて、ちょっとこう多分むくんでない、寝てないからだと思うんですけど、あの今は大丈夫だし、全然その打撲みたいな感じだと思うんで、うん、はい、ただの内出血、へー、切れてるって言っても本当に目尻ちょっと切ってるぐらいなんで、これ多分すぐ塞がりますね。はい、僕の中ではノーダメージ、まあ、こんなに元気なのは、はい、確かに、はい、パンチはどうでしたか。そのドミネーター選手は、はい、なんか殺傷能力が高くて、はい、こう芯っていうか、うん、KO が取れる、うん、顎に直接くるパンチだ、うん、それあそうですね、打撃に関しては僕顎にもらってないんで、もらってないはず、まだ映像見てないですけど、うん、もらってないんで、うわ効いたってのはないですけど、そんなにこうガツガツ自分からこう出ていってうわーって追いかけてくる作戦じゃなかったんで、スタンドでのクリーンヒットはなかったように見えますけどね。とかもらってないのか、はい、ただ蹴られた、まあ、あのカットってかあのまともにはもらってないですけど、蹴りのスピードと威力はやっぱありましたね。あ、はい、ハイキックも重たかったしね。あと想像を超えるほどにちゃんとこうタックルへの対処がなされてたっていうのがみんな言ってますけども、うん、ここはどうでした。多分そこに特化する練習ずっとやってきたんじゃないかなっていうふうには思ってましたね。その壁際スタートですか、尻餅スタートとか、なんかこの押し込んだ状態でスタートとか、多分その練習をずっと対策練習をやってきたんじゃないかなっていうふうには思いました。実際こう、はい、組みに行った時に斉藤さんの肌感はどうでしょう。もう少し自分がコントロールできるかなと思ったんですけどね、自分、
1ラウンドでテイクダウン背中つけれたら、まあ、1本までいけるかなとは思ったんですけど、まあ、逃げられてしまったんで、1回目で逃げられるとちょっと次は時間かかるかななんては思いながら、で後半汗で滑ってくるんで、その、まあ、あの1ラウンドのようにいかないですよね。2ラウンド3ラウンドってワセリンとかも塗ってるんで体に、だから序盤でしっかりクリーンテイクダウン取れたらなっていうのはあったんですけど、うまく立たれてしまいましたね。ケージをこううまく使われたっていうか、ケージが上手でしょ。ケージにこうやって上がっていくような感じだったのかな多分。あれはまあ自分も少し甘かったかなと思いました、攻めが、うん、もう少し厳しくやった方が良かったかなっていう感じでしたけどね、うん、なんか会見とかあの実際 の, その試合後の話でもちょっと自分の詰めが甘いっていうことをよく言われたじゃないですか、はい、それはなんか試合全体通じてこう自分の練習がもう少し足りてなかったというか、もうちょっとこう試合が、うん、試合感覚近かったらもう少ししっかり練習内容詰めていけたなとか、そういう甘さがあったっていうことなんですか、ね、いやいや、あの相手ありきなんで、その相手がどう動くかわからないから、実際試合まで、うん、そのちょっと想定してたことと違うことをすると自分も少し修正しなきゃいけなくなるわけじゃないですか。だからそこでもう少し厳しくやったら、丁寧にやったらとかっていう、まあたらればなんですけど、練習が足りてないというよりは相手が動くに対して自分がどう修正していくかっていうところだと思うんですけど、試合での展開っていうか、うん、試合での展開だったり、こうどっち向いて逃げるとか、やっぱ細かいことがあるんですよね、はい、うん、自分が逃げる、こういうふうに逃げるなと思ってたのとはちょっと違う逃げ方をしてたんで、平本選手が、そこでもう少し自分がうまく対応すればよかったんですけどね。なんかこう刑事戦にして耐えるみたいな、あの作戦だったのかな多分、うんうん、はい、小手巻いて落としてっていう、そこは多分徹底してたのかなとは思いますけど、うん、まあでもあの試合の中で平本選手がこう経験したことない動きだったり、その見たことない景色がたくさんあったと思うんで、その今回5戦目ですよね、5戦目なんで、まあ、その景色をどれだけ作れるかは大事だなと思ってたんですけど、想像してたよりもやるなと思いました。こうの、なんていうんですかね、斉藤さんって30戦目ですか、はい、30戦目でそもそもなんで平本選手の試合を受けたんだろうなって結構思ってて、解釈としてはなんか若者にどうこうって話をよく記事とかでは見たんですけど、うん、実際やってみてこういう意味だったんだなっていうところはあったりしますか。うーん、もう SNS 時代だからもうしょうがないところありますよね、うん、もうなんかやっぱり興行なので、それが、うん、僕も受け入れてますよそれは、うん、はい、仕方ないです、興行的にもうそれで成り立ってしまうんだったらやっぱりマッチアップが上がるってことなんで、それがいいか悪いかは分かんないです。正しい試合を積んでいくって意味ではどうなのかなとも思うんですけど、今の時代はもう仕方ないですね、うん、ただやってみてこう相手にこう見せれたものはあったっていうことなんですかね。はい、本人が感じてくれればっていう感じですかね、はい、僕は、うん、自分にできることはやったつもりなので、はい、あとは本人がどう感じてこれからどう取り組んでいくかってことだと思うんで、なんかこうペーパービューと実際の試合を見てる人の結構差が結構大きいっていうか、今回、はい、現場だとなんか僕初めて見たそのコール合戦みたいな、なんて言ってるか分かんない、斉藤って言ってんのか平本って言ってんのかみたいなコール合戦になっちゃうじゃないですか、3ラウンドかな。だから僕のテイクダウンしのぐ平本選手、俺もテイクダウン行くしのぐっていうその攻防を見てたってことですよね。そうそうそう、その現場ではすごい渦みたいな盛り上がりが起きてて、でもまあペーパービューで見ると意外とこう実況の声がベースになるから、うん、こうしっかりしたしたとした試合が続いてて、うん、いわゆるこう塩なんじゃないかみたいなことが続いたわけですよ。なんかこの差がすごい、なんか会場の面白さすごい伝わってんだなっていう感じがして、やっぱペーパービューで見るとまたちょっと違う感じになるんだなとか、いろんな観点あるんだなって感じました、ね、
あれを塩試合って言うんだったらなかなか MMA も難しくなっちゃうな。難しいですね。自分のやってきた MMA はああいう形の MMA なんで、まあああいう展開も一つ、あれだけじゃないけど、ああいう展開も一つ、あれを塩だなんだって言われたらちょっと困っちゃうけどな。だからまあいい意味で言うと広がったっていう見方もできますよね。今まで知らない人たちが今見てるっていう見方もできるし、今まで見てる人たちからしたらやっぱりこれが、だから僕を応援してくれてる人たちは MMA をずっと見てる人たちだから、これが見たかったっていう平本選手に対していうふうな見方だけど、平本の、応援団は知らないから、そもそもそういう試合を多分初めて見るぐらいなんじゃないですか多分。で何をやってるのかもわからないし、逃げたらおーってやってるぐらいだから、殴り合えよって、殴り合えよっていうなんかややこしいなって思いながら、あれが僕がやってきた MMA なんですよっていう。なんかでもああいう攻防もある中でね、お互いの気持ちが見えるじゃないですか、うん、ああいう試合がすごく僕はそれをずっとやってきたんですごい好きだし、シュートとかパンクラスとかディープでも毎試合多いですけどね、なんかお互いの気持ちが見える感じの試合ではありましたよね、うん、お互いのやりたいことをお互いの攻めたいこと、守りたいこと、やりたいこと、勝ちたい気持ち、いろいろが見えた試合だったかなと思うんですけど、まだ映像見てなくて、うん、あれなんですけど、ただこうなんか、平本選手がやっぱ本気に勝ちに来てる、なんかこう実力の幅っていうか、はい、こんなに強いのってなんか本気度はめちゃくちゃ感じました、ね、すごかったっす、はい、なんかこの試合マジで本気で勝ちに来てるっていう気持ちをすごく伝わったんで、自分も負けずに、だから練習頑張れたっていうのもあるんですけど、やるんだったら、どうせ試合するんだったらああいう選手がいいなっていうのは思いましたけどね。紳士でしたよね、試合が。いやもうお互い真っ向勝負だし、はい、恨みっこなしですから。恨みっこなしの試合だったなっていう、はい、なんかこうタックル来てもそれをどう解くかっていう論点で、きちんと対処してきて、俺バック取れたしね。そうなんですよあれ俺甘かったな、ガブろうと思ったんだけど頭上げてきたからバックもあられちゃったな。反省点。いやあれ見直して分かる、こうバックがぶってチョーク考えてたけど、あれはちょっとな、俺のミステイクだけど、でもあれって自分も消耗してたんですよね、コントロール力ガーって使うと。だからあんまやらせて消耗させようとも思ったんですけど、ちょっとコントロールちゃんとしてるなと思ったんで、あんまりやらせずすぐ切ってっていう。押し込んでるのもタイム使うんですね。力の使い方分かんない人はガチってやっちゃうんで、これでもう腕張ってくるみたいな人もいますよね。コントロールしてる人はこううまくやりますけど、クラッチだけ作ってこう、だそういうのも分かんないですよね。でもあれちょっとやられたなと思って、やるなと思っちゃいましたしっかり練習してきてるなと思って、だそういうところでこうちょっとやっぱ修正しなきゃいけなくなっちゃいますよね、自分も。俺も思いもやらない展開でちょっと疲れることもあるから、やるなと思って。結構斉藤さんも消費したんですか、まあ、あれ続けられたら結構きついですけど、早めに対処できたんで、これ長く続けられたらちょっと印象悪いなぐらいな感じ、ああなるほど、はい、殴られるしね、コントロールされたら、まあ、決めとかないと思うんですけどっていう、自分で解説していけば多分伝わるんじゃないかなとか思ったりはしますけど。なるほど、分かんない人には分かんないですね。まあそれはしょうがないかな。でもまあ、それぐらい幅広い人に見てもらったってことなんですもんね。まあよく言うとですね、はい、そう聞くと確かに捉えどころはあるな。だから難しいんですよね、全然上から言うつもりもないけど、この選手のやってることにお客さんが追いついてくれないとっていうのも、まあ、青木選手がよくそういうこと言ってるんですけどね、選手がファンを育てるみたいなことを何かのあれで言ってた気がしますけどね、追いついてくれよみたいな。でもそういう意味で言うと、こう斉藤さんが初めてこう平本選手のファンに MMA をちゃんと見せれたのかもしれないですよね。はい、そう思ってもらえたらすごく嬉しいなと思うんですけど、あれを機に、だからじゃああそこから勝つためにどうすればいいんだろうとか、そういう見方で、じゃあ平本選手はこの先どういうふうに取り組んで、どういうふうにっていうふうになると、まあいいのかなっていうふうには思いますけどね、MMA においてこれが強さなんだって伝わると、はい、その平本選手のパンチとかの入りが
これがいいんだって気づくし、うん、ファンも面白さをより感じるみたいな。はい、じゃあ次試合する時までにどこまでこう穴埋めてというか成長して試合に臨むのかなとかっていう、やっぱりこう選手を見続けるって多分そういうことだと思うんで。格闘技を好きな人はやっぱり10年20年見る人が多いんで、その選手の成長を追うっていう見方をしますよね、はい、僕だってあの新宿フェイスやってる時代あったんで10年以上前とかで、うちの道場の会員さんとかもずっとそこから見てる方もいるので、やっぱ選手はこう負けたり一つの試合でいろいろ修正して試合までに成長して、それをこう、まあ、僕はたまたま30戦続けたんで、その都度ちょっとずつちょっとずつ成長できたことなのかなと。会場でいろんなファンと会いましたけど、はい、私は高谷戦から見てます、私はリオン戦から見てますっていう人とか結構あって、うん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 、長く見てますねみたいな会話しましたけど、うん、平本選手は5戦目なわけじゃないですか、はい、でここからじゃあ斉藤さんぐらいまで行く間、うん、やっぱ10年規模になるわけじゃないですか、まあ、1年間3試合しても30試合やるって言ったら10年やらないといけないんで、どういうキャリアを積んでいくかって本当難しいですけどね、選手はそのマッチメイクとかも含めてですけど、ファンも10年見てほしいというか、10年やるならね、うん、まあ、怪我で1年できない時もあるだろうし、そういう意味合いもあるのかもしれないですね、はい、なんか MMA を見せるっていうのは。そうですね、やっぱり彼は USC チャンピオンですか、目標で公言してるので、じゃあそこ行くまでにどういう試合をやっていく、今回の敗戦を機にどういう風なところに向かっていくっていう見方はファンだったらねありなんじゃないかなと。どうやって見ていくかも一緒に覚えていく、うん、勝った喜びも負けた悔しさも同じくこう共有しながら、それがなんかこう人間ドラマっていうのかな。格闘技はそうやって見た方が、まあ、プロレスとかもそうですけどね、やっぱストーリーを、その選手のストーリーを追うとより感情移入するのかなっては思いますけどね、はい、斉藤さんの周りそういう人ばっかっすもんね。僕はそうですね、もうまあ10年やってますね、まあ、30戦やると基本的に1年間3試合で10年なんで、まあまあ大変です、30回そういう戦いやってるんで。うん、でも少しずつ成長してちょっとずつ厳しい戦いに乗り越えて、また練習して減量して試合してって繰り返した20代があったから今あるっていうか、うん、そっから見てるファンもいますもんね。はい、周りみんなそういう人ばっかりですもんね。なんならアマチュアから見てる人もいますからね。いますよね、はい、いや会ったことあります。アマチュアシュートも僕30戦ぐらいやってるんで、それを考えると本当別人ぐらいには体つきもそうだし試合はできるようになったとは思いますけど、セコンドだってそうですよね、うん、吉田さんは吉田さんアマチュアからずっと見てるわけですよ、ね、はい、感慨深いって言ってますよねいつも、うん、感慨深いって何回も言いますもんね。感慨深いっていやそりゃそうですよって、もう俺も付き合いだって17年とかですからそうですよね。そう思うと感慨深いまで行くまでに10年ぐらいファンがいるのに、はい、まだその序盤に平本選手はいらっしゃるわけですもんね。まあ、それはやっぱりこうあの SNS を、ね、うまく使うんで知名度がでかい分対戦って難しいですよね、うんうんうん、だそれがいいか悪いか分かんないです。そのなんかのインタビューでも言いましたけど、やっぱ正しく試合を積んでいくことがなかなかできるようでできないんですよね、うん、その差が開きがあるマッチメイクやってもなんか勝ち目がない試合ってなかなかね、うん、キャリアアップにつながるのかなとか思いますけど、うんうん、やっぱ知名度があるとそこのバランスがこううまくいくのかなとか思うんで、まあ人の心配するのは楽しいんですけどね確かにそれはそうかもしれないですね、うん、まあ、そうなんですけどまあ、平本選手だけじゃなくていろんな選手あの若い選手とか見ると正しくこう試合を積んでいくって意外と難しいなと思ってて、まあ、でもああいう若い選手に対して僕らみたいなあの世代の選手がやっぱ真剣に向き合わないと格闘技業界のためにもならないし彼らのためにもならないっていうのもあったんで、やっぱ自分がもうそういうあの位置まで来てる
大体もう試合する選手みんな自分より若いんで、もう特に10個若い選手と試合するってなるとまあ大変ですよ本当に。でもここで一つこう踏ん張って自分もまた次の道に進んでいくみたいな感じですよね。うん、平本選手もだし、平本選手のファンにもなんかこう伝えられたらっていう試合だったんですね。うん、そうですね、なんか感じてもらえたらなって、まあ、本人がねどう思うかってことだと思うんで、あんまりこう俺が言うのも違うかと思うか、うんうん、でもファンがこれで MMA 好きになったらすごくいいですよね。うん、いろんな試合を見てほしいですよね、うん、ライジンだけじゃなくて USC っていう世界もある、平本選手が行こうとしてる USC っていう世界もあれば、ベラトール年末見たチャンピオンクラスの選手たちの試合もすごい面白いし、こうもっと格闘技っていうか MMA をこう好きになってほしいなと、組み合わせが面白いなって思えるぐらいなんかこう見てほしいなとは思いますけどね、うん、でもなんかやっぱ会場の声援、俺こんなに人気あるんだと思いましたよ本当に俺と思いましたもん、ちょっとびっくりしましたよ、びっくりしました、うん、びっくりしました、こんな感じなの今回と思って、これがすよ本当にびっくりしました、勝手に斎藤コールを着て平本コールでぶつかってうわーって渦になってみたいな、すごいですよねなんかあの入場の時からですけど、なんかこう鳥肌立つぐらいなんかうわーっと思っちゃいますよね。あの代々木第一という会場の1万3000人ですか、お客さんがもう本当に盛り上がって、あ今回試合やるって言ってよかったなってその時思っちゃいましたね。やっぱり自分の選択間違ってなかったなみたいな、なんかそういう背中を押されて頑張れた感じはすごくあります。会場での声援本当に心強くて感動してしまう自分が、まさかこんなに俺こんな人気あったなと思っちゃいました自分で思っちゃいました、はい、本当すごかったです、なんかもうあの興奮はね会場の興奮なんだなって、あのペーパービューじゃ伝わんないんですよねあれがね、うん、声援は確かに伝わるけど、あの盛り上がりっていうのはね、雰囲気っていうのはね、現地組しかわからないことだし、楽しみ方が別な感じがしますね、うん、ペーパービューはより細かいとこを見たい感じもあるし、はい、見やすい角度からね、見やすい角度見えるし、でも会場のあの盛り上がりとか声援とか、はい、あの音とか、はい、雰囲気もう全然違うから別物ですよね。だ一回会場で見てもらえればわかりますよね、これは違うなと思って。やっぱ斉藤さん押し込んだ時の平本選手がガンってぶつかる時のしなりみたいな音しますもんね、ガシャンとかね、ガシャンって音うわってなんか鳴りましたもんね。しかもそれをこうまたこう平本選手もこう何にもない顔でクッて耐えるから、はい、ペーパービューでは伝わらないですよね、 あんな音してんのに無言で対処する平本選手のこう冷静さみたいな、うん、彼は MMA ファイターでしたよ、うん、紛れもない、まあ、会場のそうですね、たくさんの声援に支えられたのと、自分の勝利を自分以上に喜んでくれる方たちが本当にたくさんいたので、まあ、それがとにかく嬉しかったですね、はい、なんか、うん、自分勝ちたいと思ってやるんですけど、やっぱりこう喜んでる顔を見ると頑張った甲斐あるなって毎回思うんですよね。だからなんかすごくいい景色見させてもらって、はい、いい人生になったなってまた思ってしまいました、はい、たくさんの人に感謝。なんか改めてですけど、まあ言うとしたらこうファンの方に、はい、YouTube ですから見てる人もファンの人多いと思うんで、はい、こうメッセージもらってもいいですか。そうですね、あの前回1年前の試合から、まあ、YouTube 的には格闘技に関係ない動画を結構上げたりとかはしてたんですけど、まあ自分に今思うとね、そういう時間って必要だったのかなとか、あのいい感じでね、あのラーメン食べたりあちこち行ったりでリフレッシュしてなんかもう一回っていう気持ちになったんで、そうですね、動画でなんかどんどんこう表情が良くなっていくとか言われていろんな人に心配されてたんですけど、あの戦いに戻ってくることができて、で勝って勝利報告できるのが本当に一番嬉しいなと思いますね。はい、自分自身諦めなくてよかったなって思うのと、本当に試合ない時でも変わらずにね応援してくれた方たちのおかげで頑張れたと思うので、ありがとうございます、感謝の気持ちしかないですね、はい、みんなで喜び分かち合いたいなと思います。
はい、これからどうしましょう。これからはラーメン YouTuber として言うと思ったなそれ。ラーメン YouTuber としてちょっとまあ3ヶ月ぐらいかな。3ヶ月も、うん、毎日投稿やりますか。すぐじゃあ次どうするかっていうのはパッと浮かばないんですけど、まあ、結構消耗した部分もあったし、やっぱ年齢も僕そんな若くないんで、しっかり体のケアしながら、大会はずっと続いていくって聞いてるんで、まあ、6月北海道大会かで、7月も8月も9月もあるって聞いてるんで、まあ、その中でね、いろんな流れができるだろうから、またこう自分の気持ちをこう魂燃やせるような試合やっていきたいなっていう気持ちはあります。はい、少し休んでいきますか。はい、そうですね。 YouTube 的には何撮るかちょっと相談しながらって感じしましょうか。5、6、7枚、おサイン入りポスタープレゼントやりましょう。すごい、はい、本当たくさん応援してもらって、自分もなんか本当に返せるものもあまりこれぐらいしか思い浮かばないんですけど、ちょっとこれはやらせてください。はい、はい。